最高だ。ああ気持ちいい。来たね。どうしようこれ。おはようございます。アルパカです。今ビフカにあるビフカアイランドっていうキャンプ場なんですけども、昨日までずっと2日半以上雨が降ってましてですね、ずっとテントで巣ごもり生活したんですが、ようやく雨が止みましたんで、まあどんよりとしてますけど、まあ、おそらく一日中こんな感じでしょうね。このビフカ周辺、あとちょっと離れたところの林道をささっと 3,4 本走っていきたいと思います。じゃあ行ってみましょうか。外気温12度ですね。結構寒いんじゃないでしょうか。かなり着込んでますね今。先日この町に到着した時はあの雲の中の林道を走ったんですけども、今日も走りたいんですが、もう一回やめときましょう。ではまずですね、激流の滝というところに行ってみたいと思います。 1.2 キロぐらいのダートが手前にあるみたいなんで、そこをサクッと走ってみたいと思いますね。走りながらモバイルバッテリーを、2個充電してますね。まあ、1つはタンクバッグの中にあって、もう1個はシート下で充電しながら走ってますんで、走り続ける限りバッテリー切れっていうのはないんですけども、今回みたいにキャンプ場にバイクを動かさず連泊してしまうとバッテリー切れを起こしてしまうということで、キャンプ場の受付でですね、100円でコンセント貸してもらいましたね。まあどこのキャンプ場でもやってそうですけどね。これがまた無料キャンプ場とかだとちょっと苦労するでしょうね。まあ、無料は無料で、まあ、メリットはたくさんあるんですけども、まあデメリットもそれなりにありますね。やっぱゴミが捨てられないとかですね。でゴミの問題でいうとですね、ゴミ持ち帰りとかいうキャンプ場はちょっと困りますね。バイクツーリングだと結構悩みの種ですよね。無料キャンプ場だとゴミ捨てられないところの方が多いでしょうし、ゴミを出さないように生活するしかないんでしょうね。ゴミ持ち帰りのキャンプ場とか行っちゃって、なんかバーベキューとかやっちゃうと結構苦労すると思いますよ。はい、あれ雨降ってきちゃった。マジで？まあいいや。エンデューロモードにしてずっと今日は走ろうかと思うんですが、これどうなんですかね。どんな機能だったっけな、忘れちゃったな。まあ僕の場合コーナーは寝かさない、滑らせない、徐行って感じなんで、あんま意味ないかもしれないな。さあそろそろ入り口のはずですね。お、激流の滝、ここから1300メートル。ちゃんと踏み固められた道ですね。ここは大丈夫だな。うわ、これは湿地帯だね、ここね。激流の滝到着。体なまっちゃってんな、2日間寝てたら。寝たきりだったよな。激流の滝っていうところですね。どうなってんだろう。足元を滑ります、確かに。おお、これね、大丈夫かな。戻ってきたらすっ倒れてたりして大丈夫、何これ、
レジットカードが落ちてる。おお。激流の滝だそうですね。うん。はい。OK。クレジットカードが落ちてるんで、どっかに届けてきます。さあ、次行きましょう。まあ、途中で警察に行きましょうか。警察に。ここは、湿地帯ポイント以外は、基本的に大丈夫でしょう。さあ、次行きましょう。雨降ってきちゃった。こんなはずじゃなかったのに。梅雨だな、これはな。北海道も今日は雨降んねえと思ったのに。いや、もう走り出しちゃえばもうどうってことないですね。ところどころ水たまりがあるので避けながら走りたいと思います。もうね、雨でも楽しいんですよね。こういうギャップを感じながら走るのが、うん、おー綺麗だ。これね、木のトンネルですね。お、いい感じですねこれね。大型バイクで走れる林道ないかと探してる方いれば、ここはもう全然普通のオンロード寄りのタイヤでも走れると思いますけどね。直線が多いんで、完全に押し固められてんな。まあ、悪く言うと物足りないでしょうね、ここはね。特に 250cc クラスのトレイルバイクだと全然面白くないかもしれないです。こうフラットすぎて一直線だね、本当。誰もいないね。国道だからえらい混んでるかな思ったんですけど、海だ。大塚へ。見えねえ。これを左入ったら林道スタートだと思います。フーレップ林道ハイスピード砂利ダート16キロぐらいあるそうですね。オフタイヤじゃないとちょっときついですねこれ。まあ多少パワーかけないとこれまずいな。おお、これは深い深い。おー気持ちいい。うん、2速で上まで回しちゃうと相当スピード出ちゃうなこれ。おお楽しい。ほら体力使うわ。晴れた日に走ってみたい。おー、ほら極上の林道ですね。緑が深々としてる。はい、はい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 。おお。おー、ここ最高。避けられねえなこれ。おいおいおい、これねえ、真ん中に中央線みたいな感じでずっと草があるんで、本当左側通行を維持しないときついですね。路面が右の方がいいからって言っちゃうとこれ変えらんないですよ、レーンを。路面状態は比較的いいですね。ほとんど一本橋状態ですねこれ。やっとまた雨が降ってきたな。終わった。あっという間だった。最高でしたね。いや、北海道の違う顔が見れてよかったです。前回来た時は、まあ、初めてだったんでメジャーなところを回ってみたんですけど、
今回は、いや本当林道を走れてよかった。なんて言いますかね、極上の林道だらけですね。本来なら、まあ、250cc のトレイルバイクあたりが一番コマで効いてパワーもあるし面白いんでしょうけど、この大型のアドベンチャーバイクで走ってみたかったんですよね。交番に来てるバスが別に悪いことしたからここに来てるわけではありません。朝激流の滝で拾った拾得物を届けに来ました。じゃあ行きましょうか。獣まない林道行ってみましょう。あ、ここだ。一部深い砂利があるっていうんでそこだけですね、気にしなきゃいけないのは。もう川沿い、すごいフラットだ。おお、気持ちいい。最初に走った林道に近いですね。川沿いを走るのがなんか気持ちいいですね。すっごくタラタラ走るのがいい林道ですね。おお、深々く緑が濃くなってきた。鹿、あふぅ、今いるところは獣まない林道っていうところですね。すごい走りやすいです、ここは。ハイキングコースみたいな道ですね。水がきれいだ。じゃあ行きましょうか。ここは飛ばす人は飛ばすでしょうね。なんかのんびり走った方が気持ちいい。お、すごいすごい木の匂い。あ、空気がうめえ。ここならまあフル積載パニアケースとかキャンプ道具積んだ状態でも走れますね。さあ終了しました。もはやここは高速道路ですね。クルーズコントロールで快適に走ってるんですね。遠くに来たな本当。さあ道道732号線、これが今日走る最後の、ダートになりますね。まあ、林道ではなく普通の一般道です、はい、ただ未舗装だっていう。楽しみですね。距離は 16.5 キロ。まあ道道なんでちゃんとナビにもはっきりと732号って書いてますね。迷うことはないでしょう。砂砂利16キロ、路肩狭し、通行注意。緊張しますね。いやー、このいう道の感じは地元には絶対ないですね。お、来た。はい、道は広いね。こんな感じ。これがずっと続くんであれば全然楽勝なんですけど、かなり踏み固められてますね。まあ、デコボコはしてますけど、なんかいろいろ調べてたら道々なんで、なんかナビで、まあ、どっか行き先セットするとここのルートを案内されちゃうことがあると書いてましたね。これ最悪ですね。僕にとっては最高ですけどね。まあ、林道というよりもここはなんかちょっと荒れた道に近いな。まさにフラットダート。まあ今日走った林道の中ではフーレップ林道が一番面白かったな。あれまあもう一回行きたい。3速まで入っちゃってるよ、ギアが。いやここめちゃくちゃ走りやすいですね。来たね。どうしようこれ。
汚いね。見えるね。じゃあ行きましょうか。果てしなく続きますね。おお、気持ちいい。これは気持ちいい。おお、最高だ。気持ちいい。後半は本当いいな。前半はつまんなかったけど終わっちゃいましたね。お疲れ様でした。面白かったです、すごい。あー、やっと晴れた。とうとう晴れましたよ。太陽が何日ぶりだべ、これ。もう明日から全開だね、これね。外気温18度、涼しい。いや、冷たい、風が冷たい。もしかしたら寒いかもしれない。泊まると暖かいっていうか暑い。暑いんだか寒いんだか涼しいんだかわけわかんないですね。まあ明日は礼文島に行ってみようと思いますね。